何があったの？あなたは笑い声で挨拶をするようなタイプじゃないと思うんだけど。来い、律者。言ったはずよね。私の名前はライデン・メイよ。複雑すぎて面倒だ。覚えたくない。態度が普段と少し違う。機嫌がいいよね。名前なんてどうだっていい。お前のことだって分かればいいんだ。だから来い。お前に話したいことがある。ライデン律者。ライデン・メイよ。それで話って何？お前はずっと火を追う蛾の暗面を見たかったんだろう。もうすぐその願いが叶うぞ。私の記憶が正しければあなたはその話をしたくなかったはずだけど、どうして今回？あの暗闇には何の価値もないが、少なくともあそこには俺の友人がいる。今あいつがあそこを出た。もう一度会えると思うと神経が震えるほど興奮してしまうんだ。律者、お前にもそういう友人がいるんだろうなあ。あなたにも友人がいたの？正直に言うとかなり信じられないわね。俺のことを化け物、獣だと思ってるのか？アポニアは気にしない。俺と同じ類の人間だからな。いや、あいつは俺よりも狂ってて歪んでる。俺が化け物ならあいつは異類だ。でないと指針の書を自分の家だと思わないだろう。アポニア、その名前を耳にしたことがあるわ。強い精神感知型の融合戦士、そうよね？そう、精神感知型だ。気持ち悪いタイプのな。そのせいで俺は長く待ってたんだ。だがこの件だけは俺はいくらでも待っていられる。いつか俺はこの手で奴を潰す。粉々にだ。誰もが羨むその手をアポニアの鮮血で汚い赤に染めてやる。彼女はあなたの友人だって言ったわよね？そうだけど、なんだ？一応確認するわ。確かに私はここに来てしばらく経ったけど、戦後私のことを友人だと思ってないわよね？夢の中でならそう考えても構わないが、違う時は。いいの、聞いてみただけだから。それにそう言ってくれてむしろ嬉しいわ。アポニア、それに指針の書。どういうこと？あの未知のエリアの信号、どうして観測できなくなったの？それに楽園に設置された経路も少し変わってる。渡りガラスもずっと戻ってこない。どこに不具合があったの？悩んでる顔してどうしたの？あ、ライデン・メイ、いいところに戻ってきてくれた。楽園に関する一部の調査に協力してほしい。安心して、簡単な仕事だよ。あなたの効率だと約3時間で終わると思う。渡りガラスが調査を行っている内容と重複しているものがある。マークをつけておいたから、それを無視して優先度の高いものを先に調査していいよ。待って、渡りガラス？彼女が調査を手伝ってるの？うん、そうだよ。彼女は親切にも自ら協力すると言い出してくれたんだ。私はその気持ちに感動してそのまま応じたんだけど、まさかそれらのエラーが指針の書と関係してるとは私も思わなかった。
まるで指針の書から抜けたエリアがあるみたいに。指針の書、それは火を追うがに属する監禁施設の名前なのよね。うん。しかもそれは古の楽園の中に存在してる。そう、何を考えてるのか分かってる、ライデン・メイ。やめておいた方がいい、指針の書。それは特殊で、刻印の伝承には何の役にも立たない。だから、触れてはいけない。永遠に、その存在を無視するの。けど、今の内容だと、渡りガラスがそこにいる可能性が高いわ。いえ、違う。まだ渡りガラスと連絡は取れてないけど、彼女は楽園の通常エリアにいる。それは確実だ。でも、もし、もっと具体的な位置が知りたいなら、ごめんなさい。私も力になれない。大丈夫よ、クライン。あなたはすでに力になってくれているわ。少なくとも、どこで彼女を探すべきか分かったから。あ、そう。分かった。じゃあ、あなたに協力してほしい仕事は？ついででもいいなら調べておくわ。がどうしてここになってるの？エリシアもいない。一体エリシア、はあ、何があったかわからないけど、楽園が急にめちゃくちゃになってるのよね。心が通じ合っていても互いの居場所を感じられなくなっているの。最後はこれのおかげでやっとメイの位置を見つけられたわ。なんて名前だったかしら。各社の目、それとも対ケビン武装タイプ24。とにかくリス社の位置を捜索追跡するための装置よ。水晶の花一つで入手したわ。それ、あのメガホンより値打ちがないの？もちろん、いいお知らせも持ってきたわよ。誰と交換したか、当ててみて。パルド・フェリス、彼女が戻ったの？そうなの。これは滅多にないチャンスよ。見逃さないでね。お店への道は繋げておいたわ。急いだ方がいいわよ。またどこかに出かけてしまうかもしれないから。1113、1114。コインが多すぎない？いつまで数えないといけないの？お客さん？こんにちは、パルド。あれ？どうして私の名前を知ってるの？ああ、お前がエリの姉ちゃんが言ってたお客さんだね。彼女が紹介してくれたんだ。ヤーカさん、私のことはペリスかパルドでいいから、好きな方で呼んで。商品も好きに選んでいいよ。偽物があったら値段の10倍を返金するけど、返品は不可だよ。
そのキャッチコピーは一緒にしない方がいいんじゃないかしら。ああ、待って、まさかお前はあのライデン・メイ？ええ、そうだけど。うわあ、本人だったなんて。エリの姉ちゃんからお前の話をたくさん聞いたんだ。頭に角がある後継者で、来てすぐにみんなと仲良しになったかと思えば、楽園の平和のためにヘビの姉ちゃんをボコボコに。ああ、ヘビの姉ちゃんというのはメビウス博士のことだよ。いつもそういう風に呼んでるんだ。お前すごすぎるよ。ヘビの姉ちゃんが本気を出したら、私が100、いや200人いたとしても勝てないもん。あ、それでメイの姉ちゃん、今日は何を買いに来たの？ちょうどビルビーの姉ちゃんの工房から新商品を仕入れたばかりでね。ある人を探してるの。あなたなら力になってくれるってエリシアがそう言ってたわ。うむ、情報ビジネスだね。問題ないよ。それで誰のことを知りたいの？渡りガラス。誰？身長はこのくらい、髪の毛は短めで黒い服を着てて、手には赤い爪のような武器がある。ん？黒い服に赤い爪？楽園にそんな人はいたかな。でも大丈夫。メイの姉ちゃんは知らないかもしれないけど、私は探し物を見つけるのが一番得意なんだ。人でも物でも何でも。報酬が十分なら全部手に入れてあげるよ。どんな報酬が欲しいの？簡単だよ。メイの姉ちゃんと友達になりたいんだ。言うのが恥ずかしいんだけど、最近の楽園は少しめちゃくちゃで危険なのに、よりによってカンちゃんがいなくなっちゃったの。カンちゃんがいないと一人で生きていけないよ。メイの姉ちゃんも人を探してるんだし、その、一緒に探すっていうのはどうかな？どうせ探すんだし、案内する私をメイの姉ちゃんが守ってよ。その方が私も安全だし、メイの姉ちゃんのお金も無駄にならないでしょ？そう思わない？そんなに。そんなに簡単だよ。商売っていうものは一時的な利益じゃなくて、もっと先を見つめないとね。それに、私がいない間のお店は、メイの姉ちゃんが面倒を見てくれてたようなものでしょ？ま、常連さんへのサービスだって思ってよ。わかったわ。それじゃ、案内をお願いね。うん！早速出発しよう！ああ、忘れるところだった。友達になるんだから、私の刻印をメイの姉ちゃんに渡しておくよ。大したものじゃないけど、安心して。これは無料だから。人生は結局空夢みたいなものだよ。来る時も去る時も慌ただしい。それなら自由に生きてみない？どうせ夢なんだから、もっと大胆になってもいいんじゃないの？夢の刻印、パルドフェリス。さあメイの姉ちゃん、ぼーっとしてないで出発するよ。うわ、本当に強いんだね。ヘビの姉ちゃんに勝てるのも納得だよ。パルド、ずっと横で見てるつもりなの？まあまあメイの姉ちゃん、私はただの天使だし、喧嘩は本当に得意じゃないんだよ。
ルドの探してる人って誰なの？え？言ってなかったっけ？カンちゃんだよ。店番してくれるって言ったのに、どこに行ったのやら。本当に心配だよ。猫の毛にアレルギーは？ないけど、どうしたの？ああ、よかった。尻尾の毛が最近また抜け始めたから。フォエナさん、クリカラ。あのな、お前本当に戻る道を知ってるのか？この辺りを10周はしたぞ。泣きそうな顔はやめてくれ。私がいじめてるみたいじゃないか。まあいい、もう少し歩き回ろう。おい待て。ライデン・メイ、どうしてここにいるんだ？それはこっちのセリフよ、先輩。行方不明になったと思ったら、ここで、猫ちゃんと遊んでるの？勘弁してくれ。猫と遊んでる？猫に遊ばれてるの方が正しいだろ？こいつのせいで、ここに閉じ込められてるんだ。はいはい、カンちゃん。おふざけはやめなって。メイの姉ちゃんとその友達が見てるじゃない。もうくすぐったいから舐めないでよ。それでそいつがお前の新しい友達か？そういうことになるわね。途中で偶然出会ったの。こちらがメイの姉ちゃんの探してる友達？まさか母ちゃんと一緒にいるとは。まさに一石二鳥、いや運命の出会いだよ。はじめまして。私はパルド・フェリス。フルネームで呼ばれることはあまりないんだ。フェリスでもパルドでも好きな方で呼んで構わないよ。フェリス、お前が楽園の店の主なのか？そう、13人の末席。地位も実力も最弱の英傑。
空夢のパルドフェリス。正真正銘のね。さてパルド、私の探し人とあなたの探し猫ちゃん、みんなここにいるわ。ここから出る方法を教えてくれないかしら。ここを出る？そんなの簡単だよ。一応商売してるし、いつもあちこち歩き回ってるからね。ただ、厳密に言うと、それは企業秘密だから。目を閉じて、耳を塞いで、何も見ないで聞かないでくれる？あ、別に二人のことを信用してないとかじゃないの。ただ、ほら、一応これで生計を立ててるわけだから、うっかり漏れてしまったら。言う通りにするわ。やったー！ありがとう。では早速、パルドの特別サービス。二人とも、ご利用ありがとう。つまり、監獄のような空間を見たのね。なんというか、監獄に感じるみたいなものだ。感じる？そうだ。どう表現していいかわからないが、入った瞬間からそれが一つの監獄だって無意識にそう考えたようなんだ。しかしあそこには何もない。あるのは一片の漆黒、それとあの謎の女だけだ。その女性について、渡りガラス、もっと細かく思い出せる？意識を失う前に、奴は私に何か言ったようだ。それと何かを私に渡した気がする。あ、思い出した！まったく、なぜあのペンダントのことを忘れてたんだろう。ペンダント？そうだ、これ。あのペンダントはどこに行ったんだ？あ、まずい。その女は金色のペンダントをくれたんだ。上に大きなサファイアがあるものだ。そのペンダントは私に協力し、奴の待ち人とやらを連れてきてくれるとか言ってたな。私もその意味がよくわからないが。もしかしたら、それを見つけ出せばもう一度その監獄に行けるかもしれないわね。何か思いついたのか？まだ全貌が見えてないけど、探し物を見つけるのが得意な友達と知り合ったばかりでしょ。推測だけど、なんとなく彼女ならそのペンダントがどこにあるのか知ってるような気がする。